明けましておめでとうございます。やっほー、やっほー、久しぶり。明けおめ。皆様明けましておめでとうございます。お、おみくじ、うん、中吉、久しぶり、やっほー、年明けぶり。お団子だよ、明けおめ。もうめちゃめちゃゆっくりしてたよ。お年玉もらいました。おじいちゃんおばあちゃんとお母さんといとこのお母さんお父さんいと親戚とかいっぱいもらいました。お、ありがとうございます。今年も好きで花も好きです。やっほーみんなあ、めっちゃハビリしてた。明けおめ。あ、ポチ汁、ポテチ汁かと思った。センスありがとう。明けおめ、明けおめ、センスありがとう。初おめでとうございます。ことよる花な、やっほー。おー、かわいいね、ありがとう。明けましておめでとう中吉、明けおめ。初ハベリとか嫌なんだけど先生ありがとう、明けおめ。先生ありがとう明けおめ。小麦粉にて、あ、そうなんだ。黒豆食べてない。はーちゃんへのお年玉どこに振り込めばいいですか。え、お年玉、え、でもお年玉いっぱいもらったから、親戚に。今日あの初詣に行ってきた。運転中気をつけて。かわいい、ありがとう。初詣もありがとうございます。今日は弾きたい。ハートありがとう、ありがとう。センス、前髪かわいいですか。お雑煮美味しそうでした。可愛くなった、ほんと。お年玉もらうべき。あ、じゃあよかった、お年玉もらいました。おお、ありがとうございます。夜もほろ、初詣はどこ行ったの。内緒お年玉らす、え、そうなの。そうなんですか、中坂さん、ほんとありがとうございます。そう、今日はね、おみくじはね、持って帰ってきましたよ。あ、ご飯にお雑煮の写真送りました。で、地震は大変、いや、あの、なんかめっちゃ今までで初めていっぱい泣いた。泣いたじゃない、揺れた。私今までめっちゃ金とき、綺麗ですか、上手でしょ、お花。初詣もありがとうございます。ね、これって神社書いてあるっけ。書いてない。あ、書いてある、隠せばいける。吉、吉、吉、吉でした、吉。で、意外といいこと書いてあったから持って帰ってきた。ハートありがとう。吉って2番目でしょ。おー、キッチン2番目にいいんでしょ。そう、でもなんか今日運命の人と出会う。あ、でも、え、これってさ、待ち人の部分読めばいいってこと。わかんないんだけど、
番気にする項目の、なんか望みとかそっち系、恋愛運、多分待ち人遅くとも来るって書いてあります。誰か来てくれるんですか。明けおめありがとう、お戦争ありがとう、明けおめ。望みは、望み事叶うとも遅しって書いてある。遅いって私の願いが叶うのは。結婚していいよ。センスとかありがとうね、二度目ありがとう。もう確かにだいたいそうなの、遅くてもかな。でもね、勝負ごと過半負けって書いてある。ほぼ負けるって勝負ごとは。出物出がたいです。そうですね、そう、おみくじ読みタイムです。なんか明けおめ夏くらい願い事にも、確かに。フォローありがとうございます。おいっ子と二人で配信見てるの、やっほー。おいっ子年末の公演何度も見てます、ありがとうございます。定点で見ると失敗してるところが見ちゃうかも、見えちゃうかも。今日ことよろ配信ありがとう、あけましておめでとう。そう、出物は出ないらしいよ。あなたは枯れ木に再び枝葉を生じ、花を開く形になれば、今までの苦労や悩みが解けて、これより喜びごとに会うべしらそうです。ハートありがとう。アクセミでそう定点でサータンが花のだ向き合ってたよね。ごまけ答え、今日も可愛いね、ありがとう。こんばんは、令和5じゃないですか。え、4、5、わかんない、5だと思ってた。水あげないと。水ちょうだい。え、6なの、嘘でしょ、もう5とかの時点じゃなかった、4、5の時点じゃない、令和6年なんだ、初めて知りました。今日はね、お友達と行ってきたんだけど、初詣にイカ焼きとチョコバナナを食べました。しかもね、ん、かわいい、ありがとう。しかもね、あのね、イカ焼きってなんかいっぱい種類あったんですけど、もう混んでなかったの。そう、すが、あのなんかゲソだけとかそういうのがあったんですけど、あ、写真ないです、イカは食べてる写真はないです。なんかあの1000円の丸ごとのやつを買いました。美味しかった、丸焼き。今年もよろしく。なんかありがとう、このクマちゃんのやつ。え、そう、結構揺れましたよね、本当に揺れた、びっくりした。屋台、そう、屋台価格だった。で、チョコバナナは400円でした。ゲオメ、どうもありがとうございます。こんばんは、キュンキュンラブリー、戦争ありがとう、ゲオメありがとう、ゲオメ。あとね、もう一個ね、おみくじみたいなの引いてきたんだよね。なんか、あ、ゲオメありがとう、でも可愛いですか。そう、チョコバナナは安い。え、待って、300円って書いてある、なんでなんで。私のところは400円でした。でもなんかね、あの書いてたんですよ、なんか屋台のお兄さんが言ってたんですけど、それを盗み聞きしてたんですけど、なんか焼きそばじゃない、何屋さんだったかな、あれは土手煮のお店だったかな、なんかそういう風でしたんですよ。それでそのお兄さんが
なんか5日間で10万ぐらい稼いだって言ってました。すっごい人来たんですよね、きっと。稲葉神社行ってないですね。コメントありがとうございます。初音もありがとうございます。めっちゃ混んでる。でも多分もう3日だから混んでないんだと思う。でしかも私夜行ったの。夜っていうか普通に何時ですか、普通に4時くらいに行ったんで、いや5時くらいに行ったの。だからそう、生々しいよね本当に。そういう会話はですね、まああんまり人いなかったんだけど、ケバブしかなかった。マジ意外とそのなんかあれだった。そう夜だったから、まあ暗かった。もう暗かった。そうだからさ、帰り道めちゃ怖くて、なんか駅から歩いたんだけど、その行き来た時はまだ明るかったからよかったんだけどさ、その行き来た時に確認してたんだけど、お墓がいっぱいあるのね。だからめちゃ怖くて。そう神社いっぱい行ってください、明けおめ。そうだから帰り道怖かったから別の道で帰りましたね。こんばんは。怖いよね、暗いしさ、全然電気がなくて。31日岐阜行きました。同じ空気を吸ってたんですね。キュンキュンラブリー。そうお墓で暗いの怖かったです。そうあんちゃん守りたいしてくれた、先生ありがとう。そう怖い話、キュンキュンラブリー、こんばんは、明けおめ、こんばんは、先生ありがとう。怖いよ、明けおめありがとう、ハートありがとう、先生ありがとう。これ先生って言うんですか、先生。そうあとね、なんかねもう一個おみくじみたいなの引いたの。それは何かっていうと、なんか誕生日の日のなんかお悩み相談みたいな。霊感ないですよ、でも怖いじゃん。明けおめありがとう、こんにちは、のな、明けおめありがとう。三五日明るくしてるけど、そうしてくれない。お帳簿稲荷、お帳簿稲荷わからない。虹色の星ありがとう、明けおめ。そう泣かずに帰ってきて、そう泣かないよ。あとありがとう、こんばんは、あとありがとう、お仕事休憩、こんばんは。除霊してるんだ、ありがとう。そう占いみたいな、なんか性格診断みたいなのがあったからやってきた。なんかそのそう不気味さあるよね。こんばんは、お化けより、それはそうだわ、こんばんは。なんかあなたの性格は淡白正直でって書いてある。才能もあり友情に厚く信用を受ける方であるが、中年に達するなんだは種々の困難を浴びて心を弄することが非常に多いらしいです。表面には温順のごとく見えても、期日は気短のところがあり、自分が一度こうと信ずれば友人や目上の忠告に反対しても害を貫くといった気性と物事に極端に好き嫌いがあるためであるらしいですよ。まあ確かに花は極端ですね、好き嫌いは。もう好きじゃないってなったら何もできない。いいね、チーフジニタカさんナス。何ですか、分からない。そうちょっと当たってる。ハートありがとう、先生ありがとう。そうちょっと当たってると思いますね。なんか後ろの方に友情にも熱いが真に生死を共にするといったような良い友が少ないのはあなたの欠点として反省する必要があるって書いてあるんですよ。私確かになんか何でも話せる友達ってめっちゃ少ないんですね。2人しかいないからなんか仲良くても何でも話せるわけじゃないので、なんだろう、みんな友達は友達なんだけど
なんて言うんですか、何でも話しますみたいな人は地元に2人しかいないです。2度目のおもありがとうございます。そう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 だよね、なんか欠点って言われてるから反省する必要があるってらしいですよ。反省しなきゃいけないらしい。うん、みんな優しい。どうもありがとうございます。こんにちは。なな希望は邪魔が入り時期が遅れるって。病気一時悪化するが元来期の病であるからすぐ治る。そうだよね、そんなもんだよね。ひどいよちょっと。そう、あ、投資ってことか。え、でもね、適業ってところがあって、これに各方面に適性がありますが、で主として主としてジャーナリスト、新聞記者、雑誌記者、セールスマン等がよろしい。女性はさらに写真、テレビ、美容方面の進歩も可能ですって書いてあるんです。ほら、私女性はさらに写真、テレビ、美容方面、ほら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 、もう私は SKE は素晴らしいですよ語彙力ない。美容方面得意じゃない、信じます。こういうの写真どうもありがとうございます。向いてますかね。向いてます。あのセールスしてみるいいもの、そう、いいもの引いてきました。発音もありがとうございます。発音もありがとうございます。元気んラブリーけましておめでとう。壺を売ってみる。キュンキュンラブリー。ありがとうセンス。こんばんは。職員さんだ。風呂入ってて遅れた。いいよ。何でも買ってくれるんですか。発音ありがとうございます。断ってよちゃんと。自我を持って。星ありがとう、ハトもありがとう、サータンもアイドルは天職だと言ってね。どういうこと？こんばんは。ビームみたいな？ビーム？みやびちゃん？キンキンラブリーン、今日も可愛いね。ありがとう。今日はお団子。お団子にマフラーつけてたんです今日は。キン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 。面白いことは絶対。あらら、久しぶりに配信来ました。久しぶり。どっか行こないって言われたら断れないの？どっか行こないこんにちは。だな、お団子かわいいですか。夢に出てきた。本当に私まだ夢見てないな。ほらありがとうございます。ヤーニャンにメッセージありますか。ヤーニャン、ヤーニャンにメッセージか。でも毎日 LINE してるからなんだろう。ヤーニャン、なんだろう。ニャンニャンって言ってくださいって開けましておめでとう。絶対可愛い。何が、待って、どこまで読んだかわかんないです。ユーニャン配信ね、それな。あっくん、そう、まだ見てないです。夢を何られる夢。こんばん、わんこそばんそうこ、初めて聞いた。二度目のおもありがとうございます。キュンキュンラブリー。昨日見
見た夢が初夢ってことは昨日夢見てないので私は初夢なしってこと。前髪涙袋かわいいっすか。初おめでとうございます。初おめでとうございます。今日も可愛いね、ありがとう。初おもありがとう。虹色の星ありがとう。二度目の方もありがとうございます。まん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 、初おもありがとうございます。今日も可愛いね、ありがとう。こんばんは、こんにちは、ななん久しぶり、久しぶり。お仕事以外の夢、久しぶり見るが大人っぽく見える。ほんと大人っぽいかな。今晩夢に出た夢を始ます。喜んで。今日は何食べたの。今日は屋台でイカ焼きとチョコバナナとあのベビーフェイスに行ってきましたよ。でドリアを食べました。でも最近は朝走ってるの。こんばんは。そう、夢忘れちゃうよね。こんにちは、初おめでとうございます。今年でそう二十歳です。やばいよね、二十歳って。そう、ベビーフェイスっていうお店、かわいいね、ありがとう。そう、いっぱい食べましたね。まあでも朝走ってるんです。朝は1時間ぐらい走ってるの。ベイビーフェイス、みんな知らないの。ベイビーフェイスって、ベイビーフェイスってあのお店ですよ。お店、ご飯屋さん、あのチェーンですよ、チェーン店。偉いですよね。女性の二十歳って厄年じゃない。あんなんで違う、お店違う、岐阜限定じゃないよ、全然愛知にあるはずですよ。偉いでしょ。そう、寒いんだけどめっちゃ着込んで走ってます。知ってるよね。そう、オムライス、そう、トムジェリー流れてるとこ。あ、でも流れてるかもしんない。そう、ベビーフェイス、あのなんだっけ、結構量が多いんですよね。違う、オムレツ切らない。調べてみて、めっちゃ美味しいですよ、本当に。アスタシング行ったんだ、いいね。キュンキュンラブリー、そうですよね、愛知ありますよね。友達バイトしてるから。ベビーフェイスは美味しいですよ、チェーン店なのでね、いろんなところにありますよ。うん、お友達と行った。なよく配信来てくれる子ですと行きました。あー、そうそうそう、ベビーフェイスプラネッツ、そう、そう、めっちゃ美味しいんですよ。私のおすすめは、あ、ご飯屋です、服屋じゃない。結婚していいよ。炭焼きチキンのやつです。もうほぼ全部炭焼きチキンは絶対美味しいので。炭焼きチキンって書いてたらもう絶対美味しい。明日以降にはず、いいなぁ。こんばんは、明けおめありがとう。みんな明けおめだね。でもさ、本当にさ、もういろいろあるけどいい年にしようね。初おめありがとうございます。こんばんは、明けおめ。本当にいろいろありますけど、こんばんは。初音もありがとうございます。初音もありがとうございます。明日から仕事の人が多いの？うん、
元気ですよ。清め餅って何ですか。エマ帰ってきてください。緊急ラブリー。そうね、笑える年にしたいですね。いい年にしたい。たくさん会いましょう。明日から仕事。私明後日から学校です。キュンキュンラブリー。確かに悪いことの後に言うことある。でも今悪いこと続いてますよね。ってことは特大のいいことが。もみちゃんななん、ハートありがとうございます。一日今仕事。あ、マジ？こんばんは。緊張涙が多かったから、私の涙の年になるといい。そうだね。うわ、ニアジョイさんだな。行きたかった。今日公演中止になってしまったから。あ、見ました、そのニュース。うん、6日から明後日から、明日から3連休いいな。5日。うん、一緒じゃん。毎日でも会いたい。毎日会おうか。やっぱ無理だ。いいなあ、今週休み。で、なんで金曜日からあるんだと思う？普通に考えて、もうちょい来週から来てくればいいのにさ。3連休いいなあ。あ、でも成人の日ありますよね。その日休みですよね。あ、くしゃみ出そう。ああ、終わりだ。うん、8日が春休み長い。確かに春休みにいっぱい頑張らなければ。アンダーの練習とか。そうね、1日行けば休み。うん、かわいい、ありがとう。でもテストがやばいです。テストがテストやばいの。結婚してありがとう。いいよ、あげおめ。さあ、あと30分だけって言ったので、もうすぐ終わりますよ。息子は成人式だった。マジ忘れてたの。そんなん言ったことない。サラリーマンになったら、あれ、うん、くしゃみご、ああ、恥ずかしいな。1月は土曜日、すべて仕事。マジ？土曜日、やだね。公演は明日から。あ、そうだね。代わりに、あ、そうじゃん、そうじゃん。明日はアイス公演。代わりにテスト受けますか？え、本当に？難しいですよ。こんばんは。そうね、ドラゴン年。夏年か。仕事か。先生ありがとう。あー、ご飯ね。そう、明日ご飯ですよね。大変だ、本当に。いろいろ立て込んでて大変ですね。もう。ゲオミありがとう。ドラもありがとう。ご飯頑張れ、本当に。そうですね。タカツ始め、いいね。タツ年ポーズ。こういう感じ。テスト代わりに受けてくれる？いい、ね、ありがとう。あ、いや、寒いよ。来年か。うん。なんか立つってこと。なんかほくろあるの今気づいた。いつもあります。いつもありがとう。なんかさ、わからない、ここらへんが顔、こう、こういう感じよ。白。ほんと？似合う？ふいふい姿見たい。もう来年見えます。
非常口から冬玉で中華憲法え？そう頭と尻尾開始ほらありがとう非常口のマークってそんなんでしたっけ。じゃあこんな感じ。明けおめありがとう。こんにちは、ナナン。非常誘導灯のマーク、あーなるほどね。あ、45分になった。30分やりましたよね、多分私今。虹ありがとう、虹色の星ハートありがとう。ぶよし、何で読もうか。どっかであった。13位、え、これですよね多分。13位カステラありがとう。12位緑の足打ちはありがとう。11位女の子の人形ありがとう。10位なんだこれ、クマ耳ですかの女の子ありがとう。9位たこ焼きのありがとう。8位カニラスカルありがとう。7位パンダありがとう。6位犬シャチホコありがとう。5位猫耳小判ありがとう。4位テニスボールありがとう。3位パンダありがとう。2位アマビエありがとう。1位キョムヒヨコありがとう。うん、ありがとう。今年もよろしくお願いします。またまたね、また明日か明後日かやりましょうかな。30分やりましたよね多分。何時に始めたかわからない。うん、そうだね。おやすみ、またね。明日お仕事ある方頑張ってください。また明日も頑張りましょう。バイバーイ、またねー、たなーバイバーイ。